皆さんこんにちは。スタジアムオリジナルプログラムラブフットボールの時間となりました。さあ、アジアチャンピオンズリーグから中3日で迎えることになりました J1 リーグ第4節ガンバ大阪対浦和レッズのゲーム。先日行われましたアジアチャンピオンズリーグ、こちらは両チームともに敗戦を喫し、なんとしてもこのリーグ戦で勝利をつかみ、また勢いに乗っていきたいというですね、そんな思いの強いゲームとなっています。これまで数々の激闘を繰り広げてきました両チームによるこのカード、ナショナルダービーとも呼ばれ、全国でも今日は本当にですね注目を集めています。そんな中で迎える一戦、当然ながらですねガンバ大阪の選手、スタッフ、そして我々サポーター、ガンバ大阪全てに関わる皆さんの熱い思いというもの、ぜひ今日はですね最後まで吹田サッカースタジアム、ピッチに、選手に届けていただきたいと思います。熱い応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、内藤朝香です。いよいよ熱い戦いが始まりますね。このスタジアムもなんだかいつもとは少し違う、ね、雰囲気に包まれているような、そんな感じもしますよね。昨シーズンの浦和レッズの戦いを振り返ってみますと、リーグ戦やルヴァンカップなど重要な場面で対戦し、そして非常に悔しい思いをしているんですよね。あの悔しさを払拭するにはやはり勝利しかありません。今日は何が何でも勝利をつかみ取りたいですよ ね。 そのためにも選手たちの奮起に期待して、そんな選手たちの後押し、皆さんよろしくお願いします。さあ、それでは、前節ホームで行われました FC 東京戦、まずはダイジェストで振り返りましょう。はい、いかがだったでしょうか。3対0という、ね、スコアでしたが、その点差以上に白熱した難しい試合でしたよね。前半22分にアデミューソン選手の2試合連続となるゴールで先制。その後も攻撃の手を緩めることなく、52分には倉田選手、そして85分にはオウンゴールで3点差とします。終盤は、ね、FC 東京の反撃攻撃に幾度も合いましたが、そこは東口選手を中心とした堅い守備で得点を許さず、リーグ戦では今シーズン
ーズン初となる完封勝利を飾ることができました。はい、まあ、3得点ということで攻撃陣に目が行きがちではありますけれども、はい、完封勝利、試合後に長谷川監督もおっしゃっていました。守備陣の頑張りがチームにいい影響を与えていると。やはりですね、この守備陣最後の最後のところでしっかりと体をこう投げ出してこのシュートをストップ、またですねシュートを打たれる際にも体を寄せてシュートコースを限定し、そして東口選手の素晴らしいセーブを後押ししてくれていましたよね。まあ、やはりこういったプレーの一つ一つの積み重ねというのがこの豪華な攻撃陣を誇ります FC 東京のこの攻撃をシャットアウトすることができたんじゃないでしょうか。ただ残念ながらですね、あの大久保選手と東口選手がまあ交錯する中で東口選手この試合で負傷してしまい、残念ながら今日のこの一戦出場することができません、うん、ですがガンバ大阪には分厚いですねこのチームの層というものがあります、はい、ぜひ今日はですねそんなチームの層で総力戦で何としても勝利をつかみ取る、無失点で完封で勝利、これを目指してやっていきましょう。うん、そうですよね。またあのこの試合では嬉しいゴールもありましたよね、はい、今シーズンより背番号10を身につけている倉田選手、豪快なシュートで今シーズン初ゴールを挙げました、うん、まあ、これまで幾度となく、ね、惜しいシーンっていうのは見られましたから、まあ、ようやくかなっていう気もしますよね。いや、気持ちのいいシュートでしたよ。そうでしたよね、はい、倉田選手これでご自身も肩の荷が、ね、降りたんじゃないかなとも思いますから、うん、これからしっかりとたくさんゴールを、ね、量産してもらいたいと思います。さあ、では続きましてはガンバグローイングライフのコーナーです。今回は今シーズンよりガンバ大阪に加入し、今やガンバのディフェンス陣にはなくてはならない欠かせない存在となっているあの選手の登場です。それではご覧ください。さあ、今回のインタビューは三浦選手にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、非常に楽しみにしてました。ありがとうございます。やはり新加入選手ということで、はい、サポーターの皆さんも三浦選手に対してこう興味を持っている部分っていうのが非常に多いと思いますけれども、はい、実際にガンバに加入をしてどうですか。もちろん前のチームと雰囲気もいろいろと違う部分もあると思いましたけれども、その辺のこの変化、驚きだったりはありましたか。まあ、皆さんやっぱ優しいですし雰囲気もすごいいいんで、うん、あの入りやすかったですし、うん、そのイメージより全然なんかこうなんですかね、柔らかいというか、うん、入りやすいあのチームでした。じゃあもう結構早い段階でこうチームに馴染むことができた。そうですね、はい、まあ、割と早く自分の中では早く、まあ、慣れることができましたね。まず今シーズンはリーグ戦よりも先にアジアチャンピオンズリーグプレーオフからスタートっていうことでスタートが早かったじゃないですか、はい、チーム合流して間もなくいきなり重要なプレーオフっていうところで選手としてはどうだったんですか。でもそういう重要な試合で、まあ、試合に使ってもらえたりチャンスをくれたことをすごい嬉しく思いましたし、うん、まあ、しっかりと結果を残したいなっていうふうに思いながら、試合に入りました、うん、どうですか、公式戦にああいう形でスタートから立ってみてなんかこう感慨深いものがあったりだとか。まあ、やっぱりスタジアムの雰囲気だったりとかは素晴らしくいいですし、うん、応援もやっぱり声が響くんですごい雰囲気のいい中でこうプレーできたなっていう印象はあります。柏戦このキックオフからやっぱり全体としてこう選手皆さんそれぞれ、まあ、口に出していたかどうか分からないですけど全体的にやっぱりこうモチベーション高く試合に臨んでたなっていう印象を受けましたけど、どうだったんですかねそのあたりっていうのは。まあ、僕は今年から来たんでその今までなかなかあのアウェーの柏で勝てなかったっていうのは聞いた情報でしかなかったですけど、うん、そういう思いもあったと思いますし、この間の試合の思いもあっただろうし、うん、でやっぱ気持ち入ってましたしみんな、うん、それが結果にもつながったかなと思います、うん、まあ、ですから結果として、まあ、あの勝利してしっかりとこう短期間の中でこう修復そしてこう前進という意味での、まあ、一勝だったと思いますけれども、やっぱりあの勝ちっていうのはかなり大きかったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、まあ、あの負けた ACL で負けた試合の後ですしリーグ戦も勝ちきれなかったですし、うん、っていう意味でしっかりとその鬼門と言われる試合で勝ちきれたことは大きかったかなと思います、うん、そしてそれを受けてのホームです、FC 東京戦、まあ、こちらはもう本当に守備陣からすると嬉しい完封勝利だったと思いますけれども、あの試合90分間いろんなことありましたけれども振り返ってみてどんな1試合になりましたか。まあ、結果的にゼロで3点取って、まあ、オンゴールもありましたけど、
勝てたことは良かったなと思いますし、まあ、かといって結構その東君にスーパーセーブ助けられるっていうこともあったんで、うん、まあ、ディフェンスからするとやっぱりできるだけ東君に仕事をさせたくないですし、うん、まあ、そういった部分はもう少し修正したいなっていう思いは、うん、はい、あります。大久保選手が、まあ、FC 東京にはもうリーグでも屈指のストライカーですけれども、そういった選手とこうマッチアップをするというところで一つディフェンダーとしては楽しみもあったと思いますけれども、はい、そのあたりいかがですか？そうですね、まあ、やっぱり一人一人能力の高い選手ばっかりの集まりだったんで、まあ、そういったマッチアップのところは楽しめましたし、そんなにやらせることなく抑えれたかなと思うんで、まあ、いい試合、自分としてもいいプレーできたかなと思います、うん、今シーズンからこうやってまたこの J1 という、ね、舞台でプレーをしますけれども、昨シーズンとはもちろんこのカテゴリーが違うので、いろいろとこのリーグでもそしてこのアジアの大会でもスピードだったりこのフィジカルの部分だったりっていうところで違い変化っていうのがあると思いますけれども、そのあたりのこうギャップっていうのはご自身の中ではないですか？そうですね、まあ、やっぱり一人で点が取れたり強力な外国人助っ人選手がいたりっていうところで一発のやっぱ怖さはあると思うんで、うん、まあ、一試合通して隙を見せずにそういった選手にも仕事をさせないっていうことがやっぱディフェンスは大事になってくると思うんで、まあ、そういった部分は今後も集中し続けて、相手に仕事をさせないようにしたいなと思います。そしてリーグ戦はもう間を置かずに続いていきまして、いよいよ次が浦和レッズということで、ガンバ大阪とこの浦和レッズ、まあ、これまでにもう本当に数多くの名勝負を繰り広げてきたライバルチーム、まあ、ナショナルダービーとも言われる対戦ですけれども、このカードどういうイメージを持っていらっしゃいますか？まあ、レッズももちろんいい選手だったりいますし、攻撃は強力ですし、まあ、なんで守備陣からしたらやっぱり、まあ、またゼロで終われるような試合にしたいなと思いますし、うん、まあ、相手の良さをいかにこう出させずに自分たちのサッカーをするかっていうことが大事になるかなと思うので、その試合を楽しんでやれればいいかなと思います。やっぱり今のこのガンバの戦い方にはある程度のこの手応えというのをこう感じ始めて、掴み始めてるっていうところですかね？そうですね、まあ、ACL 負けた試合からフォーメーションでここ2試合しっかりと結果出てるんで、まあ、みんなも手応え感じてると思いますし、そういった思いを持った中でしっかりこのまま勝ち続けていけるように、今できてることとできてないことをよりしっかり修正していけたらいいかなと思います。さあ、これからガンバがますますこう勝ちを積み上げていくために求められることっていうのは、まあ、ここから連戦も続きますし、何だと三浦選手思いますか？そうですね、まあ、さっき言ったやっぱり全員が戦う気持ちを持って球際だったりそういう、うん、戦術どこより本当にサッカーの基礎的な部分だったり、うん、その心の持ちようだったりっていうところはやっぱ関係してくると思いますし、まあ、結果が出ない出てるどうであれ、まあ、毎試合毎試合が大事になると思うので、まあ、浮かれることなくしっかりと一試合一試合を戦えれば、まあ、結果がいい方向に行くかなと思います。我々サポーターも楽しみにしてますので、はい、ぜひもう勝利だけを追い求めてプレーしていただきたいと思います。今シーズン、から加入させてもらって、素晴らしいスタジアムだったり応援の雰囲気でプレーさせてもらっていつも気持ちよくプレーさせてもらってます。今シーズンはタイトルを絶対に取りたいと思うので、それに貢献できるように少しでも頑張るので、ぜひスタジアムの方に足を運んでもらって試合を見に来てもらえたらなと思います。これからも応援の方よろしくお願いします。さあ、ということで三浦選手のねインタビューをご覧いただきました。今シーズンからこのガンバ大阪に加入をした三浦選手ですけれども、自身にとって初めてのこの移籍ということで、新しいチームにフィットしていくというのは決して簡単なことではないはずなんですよね。そしてガンバ大阪今シーズンはそのアジアチャンピオンズリーグプレーオフからスタートしていくということで、異例のこの言ってみればシーズンインの短さ、その中でまあこうした新しい選手がどうやって結果を出していくのか求められるところ非常に大きかったと思いますけれども、蓋を開けてみればもうしっかりとですね、このガンバ大阪の今や
このセンターバックとして中心選手としてガンバ大阪の攻撃を後方からしっかりと支援してくれていますよね。また今ではこのディフェンスラインからしっかりとこう声をかけながらチームを鼓舞する、そしてしっかりとゲームをコントロールするというようなねシーンというのも数多く見られますし、まさにもう今やガンバ大阪の大黒柱、守備のこの柱と言ってもいいのではないでしょうか。ただ年齢まだ22歳というですね、この若さにあってしっかりとこうやって落ち着いたプレーができる、これからのステップアップが本当に楽しみだなと思うんですけれどもね、また今日のこの一戦、浦和レッズ戦、非常に楽しみだというような頼もしいねコメントなんかも残してくれています。残念ながらちょっとねこのインタビュー時間の関係で皆さんにお届けできなかったんですけれども、実は日本代表についてのお話だったりっていうのもね、してくれていたんですよ。三浦選手がどんなこと考えているのか、もっともっとなんだかね聞きたくなるような、そうそんなインタビューだったと思います。このインタビューの続きは3月26日日曜日初回放送のガンバファミリーでもご覧いただくことができます。ぜひチェックしてみてください。ここでご来場の皆様にお知らせです。4月15日土曜日 J3AC 長野パルセイロ戦では小中学生応援デーとしまして、ホームタウン在住在学の小中学生を無料でご招待いたします。そしてお申し込みいただいた方の中から抽選で5名様にガンバ大阪 U23 宮本監督のサイン色紙をプレゼントします。申し込み方法などにつきましてはホームタウン特設ページでご確認ください。たくさんのご応募お待ちしています。はい、先週 J3 もいよいよ開幕ということで、宮本監督率いますガンバ大阪 U23、この開幕戦先発メンバーの平均年齢がなんと若干18歳という非常にフレッシュなメンバーで臨んだ開幕戦だったわけですけれども、残念ながら勝利挙げることができませんでした。またここからねしっかりと勝利を積み上げていくためにはもちろんサポーターの皆さんの声援が必要となっています。明日もですねこちら吹田サッカースタジアムでSC 相模原を迎えてのゲームが行われます。 J1 同様にですねぜひガンバ大阪 U23 にも熱い声援を応援も届けていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあいよいよキックオフが近づいてきました。今日の対戦相手浦和レッズは現在リーグ戦では2連勝です。開幕戦こそ勝利を逃しましたが、そこから立て直し今日の試合を迎えています。今日どのような試合がこのピッチで繰り広げられるのか非常に楽しみですよね。本当そうですよね。ここまで浦和レッズの戦いをこう振り返っていきますと6戦行われていまして、そこの中で生まれたゴールというのが20ゴールというですね、非常に攻撃陣が好調というですね印象を残しています。ですからガンバ大阪としてはまずはこう簡単にこうプレーをしないということですよね。そしてさせないというところ、やはりこのあたりが一つポイントになってきます。三浦選手おっしゃってましたけれども、勝ち続けていくためには球際であったりというところの厳しさということをねおっしゃっていましたけれども、やはり今日の戦いというのはですね一つ一つのそういった気持ちの入ったプレーというのが求められてくると思います。自由にプレーをさせない、簡単にプレーをさせない、ガンバ大阪らしい奪ったら早い攻撃から得点機を伺うというね、こういったスタイルでぜひ勝利をつかみ取ってもらいたいと思います。オープニングでもね内藤さんおっしゃってましたけれども、昨シーズンガンバ大阪は対浦和非常に悔しい思いというのがあります。なんとしても今シーズンはですね喜びに変えていく勝利を積み上げていかなければいけません。ガンバ大阪のサポーターの新しいですねちゃんとにはやられたらやり返せというですね、やはりそういった強い思いがにじむ歌詞があります。ぜひですね今日は勝利のみを追い求めて、ご来場いただいているガンバ大阪サポーターの皆さん、最後まで枯れることのない声援をチームに選手に届けていただきたいと思います。そして共に戦いましょう。まもなく選手ピッチに登場します。その際には大きな拍手声援でお迎えください。以上ラブ